この地図のように、対数スケールを使用すると、広い範囲の値を簡単に比較できる。対数スケール、または、ログスケール、対数メモリとは、ある量について、広い範囲の正の値について表す場合に、使用される、非線形のスケールである。一般的な用途には、地震の強さ、音の大きさ、光の強度、溶液の液性などがある。標準の線形スケールとは異なり、 値の桁数に基づいているため、対数スケール上で、格闘距離につけたマークで表される値は、前のマークの値に定数をかけた値となる。計算弱に刻まれたメモリは、対数スケールであり、スケール上の長さを加算、減算することにより、数値を乗算、除算することができる。計算弱の2つの対数スケールグラフにおける、対数スケール以下に、 一般的に使用される対数スケールの例を示す。量が多いほど値が大きくなるもの量が少ないほど値が大きくなるもの人の感覚の一部は対数的に作用し、心理的な感覚量は入力量の対数スケールに比例する。特に人の聴覚は周波数比が等しい音を等感覚の音程の音として近くする。さらに孤立した部族の幼児に対する研究で、 対数スケールが一部の文化で最も自然な数字の表し方であることが示されている。様々なスケールに同じ数式をプロットしたもの。リニアが線形スケール、LG が対数スケール。プロットされたグラフは y イコール 10x、y イコール x、y イコールロージェ。左上のグラフは x 軸。 y 軸ともに線形であり、y 軸の範囲は0から10である。左下のグラフの y 軸には10を底とする対数スケールが使用され、y 軸の範囲は0.1から1000である。右上のグラフは x 軸のみに対数スケールを使用し、右下のグラフは x 軸と y 軸の両方に対数スケールを使用している。データが次のような場合には、 対数スケールで表示すると便利である。計算尺には対数スケールがあり、ノモグラムには対数スケールがよく使用される。二つの数値の幾何平均は対数スケールでは二つの数値の中間として表される。コンピュータグラフィックスが出現する前は対数スケールを表すための対数グラフ用紙が一般的に使用されていた。対数を含んだ 方程式を両対数グラフにプロットしたモノグラフの水平軸と水平軸の両方が対数スケールになっているものを両対数グラフ、どちらか片方のみが対数スケールになっているものを片対数グラフという。対数スケールで数量を表現するために使用できる単位がいくつか存在する。このような単位は数量と基準数量との比率の対数に比例する。単位の違いは 基準数量と使用する対数の底によるものである。対数スケールの単位には、データ量、情報量、信号レベルの単位が含まれる。対数周波数の量は、周波数比や音楽の音程で使用される。その他の他の対数スケールの単位には、マグニチュードなどがある。ありがとうございます。